マジっすか？マジで？嘘。はい、そんな喋らないんで。あ、そうなんですか。ウエスタンチのアリセナー。はい、はい、ということで、あ、始まりました。はい、今も盛り上がってるよ、ね。いや、ね、盛り上がってますね、すごく。ありがとうございます。ありがとうございます。安藤さんポジション座ると。あ、まあ、いいな。安藤さんってなんかあれですね、こんな、なんか、緊張感あったんですよ。圧迫感。圧迫感。圧迫感。お前が小さすぎるんだ。あいつが一番でかいから、うちの。あ、そうそう。今日もせっかく、このなんていうんですか、一番ウエスタンズにゆかりがない3人なんです。そうですね、ゆかりがない3人。本体じゃない3人。そうですね。うん。サブですもんね、僕ら。サブ中のサブ。サブ中のサブ。なんか付属品みたいな。何っぽくて。いや、ほんまにすごく付属品。そうです。相方がすごい中枢におるから、そうそう俺らは。そうですね。うん、ウエスタンツのアリセナーなんかウエスタンツの誰々といえばみたいなんで、3人で答え合わせる。あ、いいや。はい、いいですね。こんな感じの説明で伝わってる？あ、いける。怪しかったらみんなで足し算していい。そうそうそう。一応最初はもう簡単なやつにしよう。はいはいはい。じゃあ一発目は、一発目は何ですか？ウエスタンツのリーダーといえば。あー、リーダーね。リーダー。まあ、9組の中の。だから9組だ、組じゃないですよ。その個人名ですよ、ね。個人リーダーですよ、ね。引っ張っていってるやつなんで。一人ですね。リーダー。いっぱいいますね。いっぱいいますね。リーダーいっぱいおる。ちょっと待って、変なことで、ね、変なことだよ。おい、興奮、興奮してるやん。ペンデンデンデン、物落としてるし。で、普通なんか、あ、すいませんじゃなかった今。あーって言ってた。見てた。あんなとこ精密機械しかないもん。トラブルいっぱいですね、いっぱいですね。うん、ね、やっぱりその、お前らのリーダーいっぱい。ここ全部使いましょうね。そうですね。これ絶対カットなしね、ここはやっぱりね。だからウエスタンズのリーダーはこの人です。はい、せーの、ドン。四番サード西澤北村文化財マスト。あーあー、アバンかー。いやちょっと待って。アバンかー。まだええけど。もういいでしょ。北村文化財はなんていう。ピースの一つやね、あれは。あれはピースの一つやね。ピースの一つ、うん、え、ダメだ。選ばれるべき人間ではないで。え、リーダー。そうな。なんか、なんかこう、会議してる時に一番後ろの方でこう、うん、ずっとこう、なんか社長みたいな感じで。わかる、わかる。あるある。ありません。なんか見下ろしてないですけど。いや、一番関係ない方も一番後ろの方だと。で、4番サード西澤。4番サード西澤でしょ、やっぱり。一番早く帰るわ。嘘。いやけど、4番サードってまあまああのブルーウェーブってやっぱ住川くんがやっぱパーンって前に出てるイメージじゃないですか。はいはい。ネタ書いてるんとかこれ西澤くんですからね、やっぱ。西澤くんがあのブレインというか。逆にそうね、帰るっていうのを逆にそれをなんか楽しんでるというか。いや、分からんけど。なるほど、だからそのリーダーすぎて、リーダーすぎて、もうお前らに任した、任したぞって言って、もうリーダーおらんでもいけるやろってこと、裏の支配者みたいな、裏の支配者みたいな、俺はもうもちろんこうマスト、マストップ、ああ、うん、やっぱりその異常なぐらい熱いから、ああ、熱いな、あいつだけ、なんかいつもなんか着眼点とか、うん、みんな行ってないとこ、もう見えてないよ、ウエスタンズが、ってなってるから。ああ、マスト君ね。俺はマストだと思ってたけど、合わずか、残念。ウエスタンツのアリセナー。こんな感じで。そう、こんな感じで、なんかその、合わしたい。いいですね。ほんまに、うん、追うたらほんまにもう終わりだ。いや、いいですね。うん、ほんまに。お題一人一個ずつ出していくことにしようぜ。はい。ああ、わかりました、わかりました。ウエストワンツ1の、うん。2枚目。ああ、いい人は、ウエストハンツの2枚目、あ、まあ、一番かっこいい人だ。これでもちょっとほんまに行くんじゃん。俺はなんかもう答え。え、2枚目ね。2枚目。で、かけました。かけました。はい。はい、じゃあ行きましょう。ウエストハンツ1の2枚目は、はい、せーの、ドン。ああ。惜しい。押すな。押すな。え、お前消した一回ちゃんと。消してた。消してた。使い回してる。
一応消した後がちょっと消してまた来てもらう文化財って書いてあるよ。あ、まあまあ、消さんでよかったなと思う。で、信吉さんの人力って誰ですか？人力あ、人力です。人力ね。人力かっこいいと思うよ。ちょ、あの沖縄顔で、沖縄顔で濃い顔ですごい。俺もようよ。だってウエスターンズ唯一のミュージシャンやな、あいつだけ。ああ、そうか、いろんなやつ、ね、うん、そう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 。バイネターナイブもなんか一等賞取ってましたね、なんか写真。ああ、そうなの。ちょっと、はい、そう、あれ、知らなかったです。あれじゃない、あのハノーバーじゃない一等賞って。ああの YouTube の方の企画で。そうなんや。おさらいして、うん、っていうのをやってたから、いおりが一番になった。あ、があって、詳しくはね、ここにありますんで。これ見てください。上にあるんで。ウエスタンズのアリセナー揃わず。残念。俺とのお風呂さんは近づいてる。そうやな、ちょっと近づいたな。お前だけだ、もうお前の方に歩み寄るから俺ら。じゃあお願いしますよ。いや、ちょっと本当にそうしよう。わかりました。もうなんとなくわかった。そうなんだ、早そう。ピクニック連れて行くなら。いや何人、一人っすかこれ。いや二人。お前なんで当てにくくなるの。2連単。なるほどな。そういう、そう、確かに2連単。二人、まあ三人で行くって。3人で。3人でピクニック行くなら誰と誰かな、この際。うわー、これ一人はマジで全員被る可能性ある。いや、あるな、気がしてんねん。あるな、あるある。うん、2人目やと思うねんな。あ、じゃあ、はい、行こう、はい、ピクニックに、ウエスタンズ内でピクニックに連れて行きたいのは、せーの、ドン。うわぁ、誰も会わへん。お前優しい子やな、お前は。お前な。こいつ逆言ったら誰とも行きたくない。ピクニックなんざ。マジか、そうか。あのウエスタンズ内でちゃんと喋ったの、本当に今のお二人。マジっすか。マジで嘘。はい、そんな喋らないんで。あ、そうなんですか。ここカットで。いや、ダメです。今息になったんで。ダメです。ここはあの一番使います。本日の内容のダイジェストのところからここ使います。喋らないんでね。何がやっと。ほんまに誰とも喋ってない。で、じゃあそのなんかめっちゃがっつり喋るってことない。喋るっていうことはない。今喋って楽しかったので。で、俺はもうその隅川と花咲天神ですね、やっぱり。隅川はいろんな遊び。ああ、そうですね。してくれそう。やっぱりしんどなるんですよ、やっぱり隅川とでもずっと一緒だったら。ああ、わかるわかる。やっぱイライラするじゃないですか。ああ、わかるわかる。どこ八つ当たりできるじゃないですか。あの、それちょうどええ感じになる。あの、やっぱりその花咲や、これ八つ当たり要因としてやっぱり森田と悩んだんですけど。ああ、やっぱり花咲の方がやっぱり。ああ、そういう感じ。なんでだよっていうか。でもただ標準語っていうだけですね。ちょっと八つ当たりなんで。やっぱ花咲はそうそう、やっぱりちょっとしたらやっぱ花咲いいですね。で、野口さんは、まあまあほんまになんやろな、なんか人間的なね、なんかね、すごいなんかもう力がもうすごいんですよ、この二人って。ボカルスなんかすごい。まあ、それだけなんですけど。は。なんかね、楽しそう。全然話し合いますよ。人間的な力が強いんですよ。関係ないです。けどね、なんか楽しそうじゃないですよね。カルミ君もなんかね、いろいろ話しかけてくれ、突っ込んでくれるし。ああ。だからリッグアップもなんかわーってこんな、何しかで。あのロボットダンスですか、やってくれて楽しそうなんで、はい、まあ1日潰れるかなって。2人おったら1日潰れます。潰れます1日。はい、力学行って何時間ロボットダンスしてウエスタンズのアリセナー。じゃあ加藤君からお題やって、最後締めの問題やって終わろう。はい、はい、一番ウエスタンズ好きなのは。好きなのウエスタンズっていうことですか。あ、いや、多いな。グループが絶対多かったけど、ウエスタンズ大好きだってことですか。好きって人。そうですよね。だからさっき言ってたマストみたいな。あー、そうですね。だマストもなしやかな。あ、なしか、あ、そうか。マストはその、なんていう、殿堂入りな、異常すぎる。あ、じゃあまた2連でいきます。上がウエスタンズ一番好きな人。好きな人、はいはいはい。好きな人、で下がウエスタンズ一番どうでもいいと思ってる人、ね、はいはいはい、嫌いな人でいいか。嫌いというかどうでもいいと思ってるやつやろ。どうでもいい。これはもう一人も俺出てんのやつよ。好きな人はやっぱむずいな。
これは言っとくけど、俺の今回のやつはすごいダークホースがおるよ。うん、好きな方で、ああ確かにこの人やなっていう人を俺は見つけたよ。はい、行きましょう。ウエスタンツ一番好きな人と一番嫌いな人、せーの、ドン。森田加藤。加藤加藤さん。あ、でも嫌いな方、嫌いな方やった。共通認識なんや。やっぱり西澤がもう今やっぱだからリーダーでもなんでもないわ。なんでもないよ。ただただ帰ってただけなんよ。そうか、ほんまや。で俺はこの好きな人、荻野さん。荻野さん、シンバルモンキー3番目の人っすよね、これ。荻野さん、そうなん、そうそう、荻野さん、荻野さんすごいよ、まあ、好きなんや。ホームページとか作ってくれてんねん。そうかそうか、すごい好きなんや。熊町とかやってくれてんねん。一番好きよ。一番好き。でも本来はね、でもまあちょっとまあ鍵に隠れちゃったから。あー、かっこね、かっこいい、うん、かっこいいけど、まあ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 、まあ、あーけど僕もそう、森田。いやいや、あー、森田と迷ったんです。ありやったんや、ファンキー、ファンキーさん。ファンキーさん。パーマの方です。あ、パーマの方。パーマ加藤ありやった。ペイの方。ペイの方です。ペイの方。ペーパーじゃないです。加藤ちゃん、加藤ちゃん。お前らほんまに楽しそうやな。加藤ちゃん、ちょっと、ちょっと、やめてよみたいな感じだったけど。両方でいいのか。大丈夫。ウエスタンズのアリセナー、最後のやつやっときます。最後、そうですね、最後もうね、もうええ時間もね、確かに。ここでじゃあ最後に、もうこんだけ、まあ、でも やっと揃ったけど、もうほんまにビタビタで揃えたいですよね。そうやな。ウエスタンズラップについてにする。モグラとかいうユニットです。いやいや、もっと悪く言えよ。僕らとかいうユニットですかじゃない。いや、ほんまな、どこの馬の骨かわからないやつらが、なんか勝手にウエスタンツ名乗って、あんな迷惑な街歩いてさ、そうそうそう、あんなよくないよ。あ、そうそうそう、なんかみんなで作り上げようっていう意思ないですしね。個人活動、個人活動ですね。なのにオープニングとかして、うん、そう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 、確かに確かに。そうそうそう、じゃあウエスタンツラップについてどう思うかだけ。どう思うかだけ、わかりました。うん、いるいらないにする。いるいらないに。これ揃っちゃいます。僕らはやっぱり認めるか認めないかだけで最後ほんまに合うか合わんか、はい、あ、認めるか認めないか。ウエスタンツラップも含めてな。含めて、はい、うん、はい、どっちがいいの、いるいらないと。誰から出していくかでも決める。ドンドンドン認めーって、うん、ないるないとかやな。うん、楽しいから、楽しいやな。加藤君の声入れてもらう。はい、わ、うん、かりました。はい、じゃあ行きましょう。ウエストアンツラップを認めーない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 。やったということで、ウエスタンツラップは今回の非公式な活動となりますんで、はい、皆さんそちらの方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。